里帰り出産で長男夫婦が帰ってくるから、あんたは出てけ。母はそう言って私を追い出そうとしてきたのだ。この家の家賃20万を支払っているのは私なんだけどな。どこまでも私のことをバカにしている母に、私ももう我慢の限界だった。これでやっと、厄介払いができるね。引っ越し業者が到着すると、母がニヤニヤ笑いながらそう言った。だが次々と荷物が運ばれる様子を見て、母の顔はどんどん青ざめていった。ちょっと、どうして全部持っていくのよ。だって全部私の私物だからね。私の名前はのぞみ。32歳の会社員だ。私は毎日仕事に明け暮れていたので、未だに独身だ。そして現在は実家で両親と暮らしている。ちょっと、のぞみ。あんたいつまで寝てるの？早くお父さんの世話をしてちょうだい。そう言って私を叩き起こしてくる母。私が実家にいる理由は、父の介護をするためだ。今日も朝5時に母に起こされた。のぞみ、すまない。いいんだよ。お父さんは悪くないんだから。父は車椅子生活をしており、トイレに一人で行くことができない。そのため母は私を起こして、私に父の世話をさせるのだ。私は仕事をしていて毎日疲れているのに、専業主婦である母はそんなことをお構いなしだ。母は私のことをいつも存在に扱う。それは昔からのことだった。私はあんたを産む予定なんてなかったんだよ。長男の雅人だけで十分だったんだ。私は子供の頃によく母にそんなことを言われていた。母は後継となる。男の子さえ生まれればいいという古い考えの持ち主だった。それはどうやら祖父に植え付けられた価値観のようだ。実際、母方の祖父母の家に行った時も、私は祖父から可愛がられなかった。祖母が、のぞみ、お菓子をあげるわね、と言った時に、祖父は、もったいない。全部雅人にあげろ。と言って、祖母が私にくれようとしたお菓子を取り上げた。そして兄に全部あげてしまったのだ。私はまだその頃幼かったので、目の前の出来事に驚いて泣いてしまった。すると母がこちらにやってきて、うるさい。ビービー泣くんじゃないよ。と私をさらに叱った。祖母が必死で私をなだめてくれたが、この時私は母と祖父から大事にされていないということを子供ながらにはっきりと自覚した。そして二人とも兄のことばかり大事にしていた。この世界は決して平等じゃない。そんなことを私は母と母方の祖父を通して実感したのだった。それでも救いだったのは私の父と父方の祖父母が私に優しかったことだ。父は私と兄で差をつけることなく、平等に接してくれた。母が兄ばかり優遇しようとするのを止めてくれた。おい、なんでのぞみの晩ご飯が雅人より少ないんだ。あら、私間違ったみたいね。母は例えば唐揚げなどを作った時に、兄に8個、私に3個みたいな感じで差をつけていた。父が残業がなくて早く帰ってきて、一緒に食事をするときはそうやって父が注意してくれるのだが、残業で帰りが遅くなり、私と母と兄の3人で晩ご飯を食べるときは、必ず私の量を減らして兄の分を多くしていた。だから、私は子供の頃はいつもお腹を空かせていて、かなり痩せていた。学校の先生からも、ちゃんと食べてるか？と聞かれたほどだ。だが母は私のことなどどうでもいいようで、三者面談とかで先生に何を言われても、うちはちゃんと子供たちに教育してるので、と言って聞く耳を持たなかった。そんな風にひどい扱いを受けていた私。身近にいる母がそういう態度を私にとってきて、しかも自分を甘やかすから、兄も自然と私を蔑むようになった。お前と一緒にいると恥ずかしいから、学校で俺に話しかけんなよ。なんで、こんなダサい地味な妹を持ってしまったんだろうな。兄はそうやって心ない言葉を私に浴びせてきた。私の服装が地味なのは、母が一切服を買い与えてくれないからだ。小学校の頃は、兄のお下がりだったので男の子みたいな格好だった。スカートなんて履かせてもらえたこともない。中学に上がってから、やっとスカートをもらえたと思ったら、母のお下がりで変にババ臭い雰囲気のものだった。だから私が子供の頃に着ていた服は、本当にダサかったと思う。高校生になってからは、そんな私のために母方の祖母が服をこっそり買い与えてくれたので、友達と遊びに行く時とかはその服を着ていた。だけど、絶対に母にバレないようにしたかったので、自分でコインランドリーに行って服を洗い、タンスの引き出しの一番底のところにいつもしまっていた。そんなことまでしないといけない状況が、私は本当につらかった。だから私は絶対に自立した時に成功してやろうと心に決めていた。そのために勉強だけはひたすら頑張った。学校の成績はいつもトップクラスで、そして高校受験も頑張り、レベルの高い高校に進学。私に興味のない母は何にも褒めてくれなかったが、父は「すごいな。よく頑張ったな」と言って私を褒めてくれた。父がいたから私は腐らずに頑張れたと思う。それから私は高校でも勉強を頑張り、レベルの高い国公立大学も目指せるほどの学力になっていた。だが高校3年生の時、もちろん大学受験を考えていたのだが、母がこんなことを言い出した。あんたまさか大学に行こうとか思ってるんじゃないでしょうね。ええ、そのつもりだけど。ふざけんじゃないよ。マサトに大学を通わせてるんだから、あんたに割く学費なんてないんだからね。そんな。私、一生懸命に勉強を頑張ってきたのに。そんなの知らないわよ。とにかく大学には行かせないわよ。就職して家に金を入れなさい。ここまで母に対して、怒りの感情が湧いたことはなかった。私はすぐに父に相談をした。すると父はものすごい剣幕で母を怒ってくれた。いい加減にしろ。俺はのぞみにも、ちゃんと大学に通わせてあげられるように働いてきたんだぞ。大学に行かせないなんて、お前が勝手に決めるな。のぞみが進学したいと言っているなら、ちゃんと進学させてやるのが親の務めだろ。でも、お金が。お金がなんだ。俺はちゃんと稼いでいると言っただろ。父の勢いに、母はどんどん押されていた。もったいないわ。お前はどうして、そうやってのぞみにひどい態度を取り続けるんだ。母親ならもっと平等に子供を愛せよ。父に説教され、母はだんだんと不機嫌になっていった。うるさいわね。そんなに娘が大事なら、あなたが今後介護が必要になった時、のぞみに全部介護をさせるからね。お前、何を言ってるんだよ。だってあなたは、マサトよりものぞみが大事なんでしょう。そんなことは言ってないだろ。子供たちは平等に可愛いと俺は思ってるんだ。どちらにせよ、のぞみにも大学に行かせるというのなら、介護はすべてのぞみに任せるわ。父は母がそう言うのでまた怒ろうとしたが、これ以上は拉致が開かない気がしたので、私はその要求を飲んだ。わかったわ。将来、お父さんが介護が必要になった時、私が面倒を見るから。私はそういう条件で、大学に通わせてもらえることになった。このチャンスだけは絶対に手放してはいけない。そう思ったから、母の要求を飲んだのだ。それから私はさらに必死になって勉強をして、見事難関大学に合格を果たした。父はものすごく喜んでくれて、お祝いもしてくれたが、母は、ああ、学費がもったいないわ、と言っていた。絶対にいい会社に就職をしてたくさん稼いで、母を見返してやると私は心に誓った。確固たる目標があったので、大学に入ってからも私は怠けることなく勉強を頑張ることができた。おかげで大学4年生に上がる頃に単位はすべて取得。就活にたっぷりと時間を費やすことができた。その後、私は外資系の大手企業に就職。その時も母は私の就職先なんて興味がなかったようで。やっと出て行ってくれるのね。なんて言っていた。だから私は父と2人で就職祝いにご飯を食べに行った。それから私は実家を出て一人暮らしを始めた。実家には帰りたくなかったので、定期的に父と外で食事をしてその時に近況を話していた。父から母や兄のことを聞くのだが、母は今でも兄のことを甘やかしているらしい。兄が顔を出すたびにお小遣いをあげるらしいし、兄が高価なものを望んでも買い与えるという。だが母は専業主婦だから、そのお金は結局父が働いて稼いできたものだ。父は母に勝手にお金を使わないでくれと注意をするそうだが、母は、息子のために使って何が悪いんだ。と反論してきて聞く耳を持ってくれないそうだ。そんな風に目に余る母の行動を目の当たりにしても、家事はちゃんとやってくれているから、父は母との離婚までは考えていないようだ。まあ、なんだかんだここまで連れ添ったから、情みたいなのもあるんだろうな。父と母の関係については私は干渉する義理はない。私にとっては、父と良好な関係さえ築ければいいのだから。その後、私は会社員として自立した生活を続けていた。あっという間に数年が経ち、周りの環境も変化していった。一番の変化は兄が結婚したことだ。兄は同じ職場の同僚だという、舞さんという女性と結婚をした。せめて兄嫁とぐらいは仲良くしたいなと思ったのだが、私のその願いは早々に打ち砕かれることになる。兄嫁は両家の顔合わせの際には、優しく笑顔で振る舞ってくれていたのだが、後日に兄嫁に会いたいと言われて、一緒にカフェに行った時にいろいろとひどいことを言われたのだ。私はあなたと家族になった覚えはないからね。マサトから聞いたわよ。あなた、昔相当ダサかったみたいね。しかもお母さんから嫌われてるんだって。地味でダサくて、母親にも嫌われるってマジでやばいね。そうやって私のことを笑ってくる兄嫁。ああ、この人も兄と同じタイプの人なのか。自分より下だと思う人を見つけて、これでもかというほどに蔑む。類は友を呼ぶというが、本当なのかもしれない。私は兄夫婦とは、絶対に冠婚葬祭以外では関わらないと心に決めた。父とだけ連絡を取っていればいい。私はそう思い、お盆も正月も帰らなかった。そしてそれからまた数年が経った。そんな時、私のもとにいきなり母から電話がかかってきた。あの母が私に電話をしてくるなんて、今までに一度だってない。一体何だろうか。私は嫌な予感がしながらも、しばらく鳴り続ける電話に出た。もしもし。出るのが遅い。母はいきなりそのように怒鳴ってきた。久しぶりに会話をしたというのに相変わらずだ。一体何の用？お父さんが足を悪くして介護が必要になったわ。え、お父さんが？だから約束通り家に来て。介護をしてちょうだい。え？あんた、忘れたとは言わせないわよ。お父さんが介護が必要な状態になったら、あんたが介護をするっていう約束だったでしょ。忘れてないよ。じゃあ、さっさと来てちょうだい。明日退院して家に戻ってくるから。あ、明日。本当にいつも母はこちらの都合を考えずに自分勝手すぎる。私はせっかくの休日だったのに慌てて荷物をまとめた。そして翌日に実家へと向かった。久しぶりに実家に行った私はびっくりしてしまった。なんと家がフルリフォームされていたのだ。外観も変わっていたから私は最初住所を間違えたのかと思った。私がピンポンを押すと母が出てきた。お母さん、久しぶり。荷物置いてさっさと介護を始めて。母は私に挨拶もせずにそう言って居間に戻っていった。私はため息をつきながら荷物を指定された部屋に置いた。そこはもともとゲストルームとして用意していた部屋だそうだ。後で父の部屋に行っていろいろと話を聞いたのだが、父がどれだけ食い下がっても母がもう私の部屋はいらないと言ってリフォームの際に勝手に間取りを変えてしまったらしい。いろいろとごめんな。そもそも介護なんてしたくないだろ。いいのよ、お父さん。あの時介護をする約束をしていなかったら今私はこうしていい会社で働けてなかっただろうから。それにお母さんやお兄ちゃんに介護なんて危なっかしくてさせられないもの。私が責任を持って介護をするから安心して。ありがとう、のぞみ。それから私は仕事と父の介護を両立させた。もちろん日中は家にいることができないのでヘルパーさんを雇った。母は「他人が家にいるなんて嫌なんだけど」と文句を言っていたが、それなら日中のお父さんの介護はお母さんがすることになるけどと言い返すとしぶしぶ了承した。父の介護は苦ではなかったが母との同居生活が苦痛だった。32歳にもなって結婚もできない売れ残りなんて恥ずかしいわ。あんたなんてどうせ会社でも大して活躍してないんでしょ。何にも取り柄のない地味な子ね。マサトとはえらい違いだわ。母は私と顔を合わせるたびにそうやって罵倒してきた。父と3人で食事をしている時は父が母を注意するから黙っているが、父がベッドで寝ている時とかは居間で2人だけになってしまう。そういう時に母は決まって私の悪口を言うのだ。介護を全部やらせておいてよく悪口が言えるものだ。しかも他にも私はこの家にいろいろと貢献していることがある。きっと母はそのことを知らないのだろう。だから私に対してひどい態度を取り続けるのだ。そうして実家での同居生活を過ごして早1年が経った。1年も経つと私も父の介護にだいぶ慣れていた。だが母からのいびりというか悪口も相変わらず続いていて少しうんざりしていた。よくもまあ自分で産んだ子にそこまでしつこく悪口を言い続けられるものだ。そしてそんな中ある日母はとんでもないことを言い出した。里帰り出産で長男夫婦が帰ってくるからあんたは出てけ。母はそう言って私を追い出そうとしてきたのだ。え、ちょっと待ってよ。お父さんの介護だってあるんだよ。っていうか、そのために私をこの家に呼んだのに、出て行けってひどすぎない。私がそう言っても母は聞く耳を持たなかった。お父さんは施設に入ってもらうことにするわ。あんたがいたら、長男嫁が落ち着いて出産できないんだよ。あんたは私たちの邪魔者なの。さっさと出て行け。この家の家賃20万を支払っているのは私なんだけどな。実はこの家をフルリフォームしたのは私が実家にやってくる1年ほど前のことだったらしく、リフォームにかかったローンを父は支払っていたらしい。だが介護が必要なくらいに足を悪くしてしまい働けなくなったので早期退職をしたそうなのだが、退職金や年金でローンを支払うのはかわいそうだと思った。だから私が父の代わりにずっと支払っていたのだ。だがここまで母にいろいろと言われては何もかもどうでもよくなる。どこまでも私のことをバカにしている母に私ももう我慢の限界だった。私は出ていくことを了承してすぐに不動産屋に行った。そこで手頃な賃貸マンションを借りて引っ越しを決めた。翌日には引っ越し業者に連絡をして数日後に来てもらうことに。そして引っ越しをする日がやってきた。これでやっと厄介払いができるね。引っ越し業者が到着すると母がニヤニヤ笑いながらそう言った。何度も言うが自分から呼んでおいて厄介払いとは一体どういう意味だろうか。とにかく私のことを罵倒したくて仕方ないのだな。私は母のことは気にせずに業者の人に指示を出した。大した荷物もないのに業者を呼ぶなんて頭が悪いのね。お金の使い方が下手だわ。そう言ってニヤニヤと笑う母。だが次々と荷物が運ばれる様子を見て母の顔はどんどん青ざめていった。ちょっとどうして全部持っていくのよ。業者が今にある家具や家電を片っ端から運んでいったので母はとても慌てていた。だって全部私の私物だからね。この一年の間に私は古くなった家具や家電を買い替えていた。それは母が私のために料理や掃除をしてくれなかったので最新の家電で家事を時短できるようにしていたからだ。家具については父がだいぶボロくなった家具を買いたいと言っていたので私がお金を出して買い替えてあげた。嘘でしょ。お父さんの退職金と年金で買ったんじゃないの。私の給料で全て買ったわよ。どうしてあんたにそんなお金があるのよ。お母さん、私に興味がないから知らなかったんだろうけど、私〇〇っていう会社の本社で課長をしてるのよ。あの大手会社の。だからお兄ちゃんなんかよりも給料は上だからね。それに家賃のようにかかっていた。毎月20万のローンも私が払ってたんだよ。お母さん、そのこと知らなかったでしょ。そんな。母はまさかの事実を知って絶句していた。そして引っ越し業者の人が手際よく荷物を運んでいったのですぐに家の中はすっからかんになった。じゃあ私とお父さんも出ていくね。お父さんも。お前が今までのぞみに対してひどい態度をとってきたことを俺は許していないんだ。そこへ来てのこの仕打ちだからな。もうお前にはついていけん。私は施設には入らない。のぞみとバリアフリーのマンションで一緒に住むことにした。お前とは離婚をする。離婚。それに伴いこの家も売るからな。そんな。待ってよ。私、あなたの年金や退職金で老後を過ごそうと思ったのに、住む場所まで奪われてどうすればいいの。それならマサトにでもすがればいいだろう。そんな。じゃあねお母さん、もう会うことはないから。母は空っぽの家の中で膝から崩れ落ちていた。それを横目に私は父を車に乗せて実家を出た。それから数時間後、兄から電話が来た。おい、どういうことだよ。なんで家のものが何もないんだよ。しかもこの家を売るってどういうことだよ。俺たちはここに引っ越してくるつもりで、部屋を解約してきたんだぞ。いきなりとんでもない発言をしてくる兄。あれ？里帰り出産だって聞いてたけど。そう言って、なし崩し的に実家に移り住む予定だったのね。でも思い通りにならなくて残念ね。家族仲良く新しい部屋でも探せば。ちなみに私はお兄ちゃんよりも年収が高いから高級マンションで快適な生活を送れているわな。それじゃあ頑張ってね。おい。私はそう言って電話を切った。それから兄と母の番号を着信拒否にした。風の噂で、母と兄夫婦は慌てて賃貸マンションの部屋を借りたらしい。だが、こんなことになったのは母さんのせいだ。とか、あんたたちが部屋を解約して、引っ越してくるつもりだったなんて知らない。などと毎日喧嘩が絶えないらしく、ノイローゼになった兄嫁は逃げるようにして、兄と離婚して実家に帰ったそう。現在は兄と母の2人で暮らしているそうだが、今までのことが嘘のようにいがみ合っていて、毎日怒鳴り声が聞こえてきて近隣の迷惑になっているらしい。一方、私は父と広い部屋で快適に過ごしている。バリアフリーになったことで、父は車椅子でも動きやすくなり、私が仕事で帰ってくるまでに簡単な調理などを済ませてくれていて本当に助かる。これからも私は父のことを大事にしながら仕事を頑張っていこうと思う。長男ばかり可愛がっていた母親が最終的に長男と一緒に転落していったのはざまあみろって感じでしたね。主さんは辛い環境にもかかわらずよく頑張ったと思います。これからはお父さんと2人で幸せな日々を過ごしてくださいね。のぞみ、お願いよ。助けてちょうだい。私は涙をこらえた。この時、初めて母親が私を名前で呼んだ。嬉しかったから泣きそうになったんじゃない。自分が助かりたいがためだけに、名前を呼ばれたことが悲しかったからだ。お母さん、助けないよ。一生助けない。子供に何をしても愛されると思ってた。私はのぞみ。会計士として働いている。私の父親も会計士で事務所を開いているが、私は父親の事務所では働かず別の事務所で雇われている。その理由は母親と兄の雅人が面倒な輩だから。母親は兄をとても甘やかしている。それは今に始まったことではない。私と兄は紛れもなく血のつながった兄弟で、両親からしても本当の子供だ。だけどどういうわけか、母親の気持ちは兄だけに向いている。物心ついた時から可愛がられた記憶などない。兄は私と6歳離れているが、昔から底意地が悪かった。母親から分け与えられたおやつを自分はとっとと食べ、私のおやつを強奪していく。母親に助けを求めても、さっさと食べない私が悪いと兄の味方をする。幼かった頃は、なぜ母親が兄の肩ばかり持つのかわからなかったが、小学生にもなればそれも理解できるようになった。母親はよく「男の子は可愛い、女の子は生意気だ」と口にしていたからね。そんな生活でも父親がいる時はそれなりに穏やかだった。父親は私のことをよく気にかけてくれた。でも母親はこのことも気に入らなかったのだろうと思う。あなたはあの子ばかり可愛がるのね。そんなことないだろう。そんなことを言って母親が一方的に怒りをぶつけることが多かった。父親がずっと家にいてくれることを願ったが、父親は事務所を開いたばかりだったから多忙を極めていた。だから家では母親と兄、私の3人でいることが多いのだ。母親が兄しか可愛がらないことを分かっていても、子供ながらに母親が私を見てくれる方法を必死で考えた。そして幼かった私が考えて出した結論は、勉強のできる子になること。私は学校の授業も真面目に受けたし、復習も予習も欠かさなかった。だからテストはいつも100点。100点の答案用紙を持って、急いで家に帰り母親に報告する。お母さん、今日学校のテストでね、100点取ったんだよ。ねえ。お兄ちゃんの気持ち考えたことある？え、お兄ちゃんがテストで100点取れないこと知ってるでしょ。妹が100点のテスト持って帰ってきたらお兄ちゃんはどんな気持ちになると思う？本当にお前は性格悪いよな。兄は私のテストを無理やり奪うとビリビリに破いた。ショックだった。兄はともかく母親は私が何をやっても褒めてくれないのだとこの時理解した。それゴミ箱にちゃんと捨ててね。私は泣きながら破られたテストを拾い集めゴミ箱へ捨てた。しかしこの夜父親が帰ってくると両親は大喧嘩となった。父親が破り捨てられた私のテストを発見したのだ。これどういうことだ？のぞみのテストじゃないか。のぞみ100点取ったのか？うん。すごいじゃないか。よく頑張ったな。こいつが俺に見せびらかしてきたんだよ。俺に自慢してきたのが悪いんだ。マサト、お前がやったのか？そうだよ。自慢するからやり返してやった。お前、なんてことするんだ。のぞみに謝れ。ちょっと、あなたやめてよ。マサトは何も悪くないじゃない。この子がお兄ちゃんの前で100点のテストを持ってくるのが悪いのよ。お前は何を言ってるんだ。のぞみの努力の結果だろう。マサトがテストの点数が悪いのはマサト自身の問題だろ。父親は大激怒していたが、母親に味方になってもらえた兄は全く反省の色を見せず、終始ふてぶてしい態度をとっていた。そしてこの件をきっかけに私は父親の両親である私の祖父母の家で暮らすようになった。祖父母は私を良い子だと褒めてくれる。テストで100点を取っても90点を取ってもたくさん褒めてくれた。2人の口癖はのぞみちゃんと一緒にいられることが嬉しいだった。2人のおかげで私は幸せな日常を送ることができるようになったのだ。父親も頻繁に顔を見せてくれ、週の半分はこちらに泊まっていく。母親と兄が私の周りにいなくなったことで私の心は救われた。それからというもの、大学を卒業するまでその2人に会うことはなかった。しかしいざ就職となった時、私は父親の事務所へ入りたかったが、あの2人が邪魔をした。わざわざ祖父母の家にまで来て文句をつけに来たのだ。あんた、お父さんの事務所に入ろうとしてるんだって。数年ぶりに会う母親は相変わらず兄しか見えていないようだ。そのつもりだけど。ダメよ。お父さんの事務所を継ぐのはマサトだからね。え、どうやって継ぐの？母親の言っている意味がわからない。だって兄は会計士の資格を持っていないし、働いてもいない。おまけにまだ大学生だ。あと何年留年すれば気が済むのか。お兄ちゃんが大学を卒業したら継がせるから、あんたは別の事務所へ行きなさい。これはこのまま私が父親の事務所に入ったら揉めに揉めるだろう。もうこの2人と関わりたくなかった私は父親の事務所には入らず、別の事務所で働くことにしたのだ。それから3年の年月が過ぎ、父親が倒れたと連絡が入り、急いで病院へ向かった。お父さん、何があったの？なんか痩せたね。1ヶ月前に会った父親に比べてやつれているように見えた。心配かけてごめんね。お父さんな、肺がんなんだって。え、余命は3ヶ月らしい。私は言葉に詰まってしまった。急にそんな現実を叩きつけられても頭が回らない。父親は1週間の入院となったが、その間私が下着の替えを用意したり細々した買い物を行った。母親は父親が倒れたというのに一度も病院へ顔を出さない。これまで散々父親に支えてもらっておきながら、ほったらかしだ。私はそれが許せなかった。父親は退院すると、そのままホスピス病棟へ移ることになった。ここに入るということは、本当に父親がいなくなってしまうということだ。とても悲しい現実が目の前にある。受け入れるしかないと分かっていても涙があふれてしまうのだ。私は仕事の合間に父親のもとへ顔を出し、いろんな話をした。私にできることはきっと話し相手になることくらいだろう。そんなある日、父親の着替えを取りに実家へ戻った時のことだ。母親と兄がリビングで話している声が聞こえた。お母さん、あのじじいがいなくなれば俺、あの事務所の社長だよね。当たり前じゃない。あなたは長男だもの。それにね、遺産の計算したら1億はくだらないわよ。マジで、結構溜め込んでたんだね。あのじじい、あんま金出してくれなかったからムカついてたんだよな。そうよね。私たちに渡すお金が月50万ポッチなんて。ケチな人だったわね。でも、それも報われる時がもうすぐ来るわよ。そうだね。早くいなくなってくれないかな。あのじじい、のぞみにも平等にとか言ってさ。マジふざけてたよな。俺はこの家の長男なのに。そうね。でもあの子には相続破棄させればいいじゃない。全部、私とマサトのものにしましょうね。許せない。父親は私のことも大切にしてくれたが、もちろん兄のことだって見捨てなかった。兄は結局、6年かけて大学を卒業し、就職もしない無職野郎だけど、それでも父親は兄を支えた。そんな子供のために身を粉にしてきた父親には感謝しかないはずだ。私はありったけの思いを込めて反論しようとリビングのドアに手をかけた。しかし、その時私のスマホが震えた。画面を確認すると父親からだ。私はそっと家を抜け出し、父親の病室へ向かった。のぞみ、いつもありがとう。大丈夫だよ。家に寄って着替え持ってきた。今日は話があってな。いろいろなことが決まったから、その報告をさせてくれ。私は小1時間ほど父親と話をし、現状を把握した。じゃあ、お父さんまた明日ね。のぞみ、本当にありがとう。お父さんはのぞみがいてくれて本当に幸せだったよ。お父さんの子供として生まれてきてくれてありがとう。もう何、改まっちゃって。うん。私もお父さんの子供でよかった。お父さんのことは尊敬してるし、結構好きかな。恥ずかしい。面と向かって感謝を言うって結構難しい。でも父親への感謝の気持ちをこの時言えてよかったと思った。きっと父親は自分の最後が分かっていたんだと思う。なぜなら、これが父親と交わした最後の会話だったから。その夜、父親の体調は急変し、明け方に亡くなった。結局この時も駆けつけたのは私だけ。あの二人は一度もここに顔を出さなかった。しかし葬儀に関しては口を出す。葬儀は一番安いものにしましょう。私が実家へ戻ると母親はとんでもないことを言い出す。何言ってんの？そんなこと私がさせないから。あんたに権限はないわよ。こっちが費用を負担するんだから。もういいよ。お金は私が出すから。あらそう。じゃあ、あんたに全部任せるから。まあ、こいつの金ならいっか。どこまでも欲深い奴らだ。結局、私が世襲で兄が喪主となった。母親と兄は一切費用を負担していないが、さも自分たちがハイグレードな葬式にしたかのごとく振る舞っている。父親はたくさんの人から慕われていたようだ。葬儀には多くの人たちが参列してくれた。大方予想はついていたが、父親の葬儀が終わると早速2人はお金の話を持ち出すのだ。やっとあの人片付いたわね。最後まで面倒をかける人だったわね。まあでもこれで大きな迷惑料が手に入るし、よしとしましょうか。そうだよ。それに俺社長だよ。楽しみね。おいのぞみ、お前は絶対に相続放棄しろよ。お父さんは生前から弁護士さんに資産関係の手続きをお願いしてたから、その弁護士さんに聞くしかないでしょ。は、そんな話聞いてねえよ。もう連絡してあるから、明日説明してくれるわ。明日？おい、こっちにだって都合ってもんがあるだろ。勝手に予定立ててんじゃねえよ。あっそ、じゃあ断るのね。仕方ねえから予定空けてやるよ。何言ってんだ。働いていない分際でスケジュールなんてガラ空きのくせに。そして翌日、その弁護士は実家を訪れた。当然私もその時間に合わせて実家に赴く。弁護士の平田と申します。この度はご愁傷様です。心よりお悔やみ申し上げます。相続に関しまして明氏より委任されています。まず事務所ですが、のぞみさんに無償譲渡されると生前の明氏から伺っており、手続きに入っております。は、どういうことだよ。社長は俺だろう。そのような話は一切伺っておりません。事務所で働く従業員のためにものぞみさんに任せると話を伺っています。あのじじい、勝手なことしやがって。まあいいじゃないマサト。この子があの事務所を引き継ぐなら、あの人の財産を総裁で私たちが受け取ればいいのよ。まあそれもそっか。事務所とかめんどくせえしな。早く1億出せよ。財産の相続人はのぞみさんのみです。は、あきら氏は相続結核の手続きを終えていらっしゃいます。相続？何？簡単に言うと、あなた方は一銭たりともあきら氏の遺産を受け取れないということです。どういうことなの？なんてことしてくれたのよ。当然の結果でしょ。病院に一度だって見舞いに来なかったじゃない。しかもお父さんがこの家で暮らしてる時も何もしなかったんでしょ。私全部知ってるからね。お父さん自分でご飯も洗濯も身の回りのことしてたんでしょ。それでも毎月50万ももらえてたんだから感謝しなよ。まあいいわ。あの人の死亡保険の受取人は私だからね。ああ、それならお父さんが解約したよ。嘘でしょ。事実です。あいつ俺たちに一銭も渡さないつもりだったのか。弁護士は淡々と事実を伝え、家を出て行った。父親からは亡くなる直前にこれらの話を説明されていた。そして私は父親の事務所を引き継ぐことを受け入れた。あの兄が社長になるなど無理な話だ。いつまでたっても試験に受からないのだから。さて、これからが本当の修羅場だ。私も弁護士と一緒に実家を出たが、あの2人が一銭ももらえないことを納得などするはずがない。そしてやはりと言うべきか、数ヶ月後、とんでもない事件が勃発した。父親の会計事務所はすでに私への譲渡が完了し、気持ちを新たに仕事をしていた時のことだ。警察から連絡が入り、事務所に不法侵入した者を捕まえたという。しかもそれが兄というとんでもない醜態を晒してくれた。よく身内の揉め事に警察は不介入という話を聞いていたが、職場へ不法侵入したことで兄はあっけなく逮捕された。事務所近隣の人の話では、ここは俺の会社だ。とわめき散らしていたようだ。そして現場検証の立ち会いをしたところ、金庫に無数の傷がついていた。あの人は金目のものを盗もうとしていたようだ。驚くことに後日、母親も逮捕された。母親は兄の行為を黙認し、彼を車に乗せて事務所まで行き来したことで幇助犯とみなされたのだ。私は迷わず被害届を提出した。二人にはきちんと罪を償ってもらうつもりだ。母親は執行猶予でとどまったが、兄は実刑判決が下された。そのまま檻の中で大いに反省してもらいたいものだ。その後、一度だけ母親が私のもとを訪ねてきたことがある。お金に困っているから援助してほしいとの申し出だった。しかし私はそれを断った。母親からは猛烈に非難されたが、すでに私の心にこの人はいない。何を言われても感情は動かなかった。のぞみ、お願いよ。助けてちょうだい。私は涙をこらえた。この時、初めて母親が私を名前で呼んだ。嬉しかったから泣きそうになったんじゃない。自分が助かりたいがためだけに名前を呼ばれたことが悲しかったからだ。お母さん、助けないよ。一生助けない。子供に何をしても愛されると思ってた。それは愛されたことのある子供だけだよ。私はお母さんとお兄ちゃんが大嫌い。お兄ちゃんが出所してまた事務所に来るようなことがあれば、今度の実刑は片手では済まないよ。私はまた容赦なく被害届を提出するからそのつもりでいてね。母親はそれ以来、私の前に姿を見せていない。最後の情けで実家は売らずに住み続けることを黙認している。家があるのだから、あとはいかようにも生きていけるだろう。母親と兄には恵まれなかったが、私は自分の人生が好き。どんな道を選択するかは自分自身だ。私の今の目標は父親の事務所を守っていくこと。今日も真摯に数字と向き合っていくのだ。ご視聴いただき、ありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。